ジョン・アーモンを描いたカリカチは、タウンカントリーマガジン1780年4月1日号より、ジョン・アーモンは、イギリスの書店店主、ジャーナリスト。ピカデリーで書店を開業し、野党のパンフレットを多く出版したことで知られる。ジョン・アーモンとイザベラ・トムソンの息子として、1737年12月17日にリバプールで生まれた。ボリントンの学校に通った後、 1751年3月にリバプールで出版業者検書店店主で見習いとして働き始めた。1758年9月にリバプールを離れてオランダなど大陸ヨーロッパを旅し、翌年にロンドンでジャーニーマンの出版社として職にありつけた。パンフレットをいくつか出版した後、1761年1月にガゼッティアの出版社、チャールズ・セイが オリバー・ゴールド・スミスを要するパブリック・レジャーへの対抗としてアーモンに寄稿を打診。アーモンは打診に応じてガゼッティアに寄稿した。アーモンは国王ジョージ2世の死後にその知性に関する論評を表し、1761年10月に大ピットが辞任した後には大ピット内閣の論評を表した。これらの論評により野党の大物政治家から注目され、 第二代、テンプル伯爵リチャード・グレン・テンプルは即座に、アーモンを公演、エドマンド・バークなどの野党議員も、アーモンの裁量を信用するようになった。これによりアーモンは、ガゼッティアへの寄稿をやめ、ピカデリーで店を開業して、書物やパンフレットを販売した。アーモンの店はザコテリーの指定書店に指名され、名声が高まるとともに、大いに繁盛した。また、 野党からのパンフレット出版依頼もあり、その費用が先払いで支払われた上、アーモンがパンフレット出版で得た収益を全額懐に収めることを許可されたため、アーモンは財産を積み上げた。アーモンとジョン・ウィルクスは1761年10月に知り合い以降1797年にウィルクスが死去するまで二人は親しい友人関係を維持した。英国人典によると、 アーモンはウィルクスを第二のハムゲンカ、シドニーと考え、ウィルクスはアーモンを友人で信頼のおける誠実な本屋さんと考えたという。ウィルクスが一時フランス王国に逃亡した時期でも他の友人を頼りに郵便局による検閲をかいくぐり、文通を続けた。しかし、ウィルクスが政権と交渉している最中でも公に、ウィルクスへの指示を続けたため、 1770年1月には、匿名作家ジュニアスの国王への手紙を含むロンドン、ミュージアムの販売の角で起訴され、罰金刑に処されるとともに2年間の禁止を制約させられた。アーモンは反撃として、判決の直後に、ジョン・アーモンの裁判を、出版、法務長官、ウィリアムド・グレーが提出した証拠という形で、ジュニアスの手紙を再出版することに成功した。 基礎前後にも出版業を続け、1771年頃より、議会弁論の概要を毎日書き留めて、ロンドン版法で出版するようになり、1774年から1780年までは、毎月議会の議事記録を、ザ・パーレメンテリー・レジスターという題名で出版した。ウィルクス関連など政府に反対する著作でも恐れずに、出版することで名声を得て、 トマス・ペインは1777年にアメリカの危機のイギリスでの出版を検討するとき、アーモンならば出版するかもしれないが、他の出版社に持っていくのであれば一部の共和主義的記述を削る必要があるとベンジャミン・フランクリンに述べたという。結局ペインはアーモンに出版を依頼しなかったが、アーモンは1775年から1784年までアメリカの新聞を報じる。 月刊誌ザラメンブランサー、オア、インペシェルリポジトリオブパブリックイベンツを出版した。やがて一定の資産を蓄えると1781年に書店をジョン・デブレットに売却し、ハートフォードシャーヌボックスムーアに引退して編集業に集中したが退屈を感じたため1784年にロンドンに戻り、フリートストリート183号で再び書店を開き、 ジェネラルアドバタイザーが身の編集を引き継いだ。1786年に再び名誉毀損で起訴されたが、パトロンだったテンプル伯爵は1779年に死去しており、さらに、ジェネラルアドバタイザーが身が成功しなかったこともあって、家計が火の車になり、フランスに逃亡した。これにより、1792年に帰国した後は1年間投獄された。釈放された後は、 ボックスムーアに戻り、ジュニアスの手紙などの編集事業を続けた。1805年12月12日にボックスムーアで死去した。ボックスフォード英国人名辞典では政府に反対する、著作でも恐れずに出版することで名声を得たほか、名誉毀損法や出版の自由に関する判決に深く関わり、議会弁論の公開を推進したと評している。本説ではアーモンが執筆。 または編集した著作を列挙する。突起がない限り、本節の出典は英国人名辞典である。1760年10月26日、エリザベス・ジャクソンと結婚10人の子女を設けた。1784年9月2日、マリア・パーカーと再婚した。マリアは、ジェネラルアドバタイザー神の経営者の未亡人だった。ありがとうございます。